はい、どうも、すけです。今回はですね、キックフライトやっていきたいと思います。まあ、このゲームが、どんなゲームかね、わからない人もいると思うんで、まずはバトルをね、しながら説明していきたいと思います。行きましょう。はい、バトルやっていきましょう。ルール、スクランブル。たくさんクリスタルを集めろということでね、クリスタルを4対4で集めていくというゲームです。そして多くね、クリスタル持ってるチームが勝ちという、4対4のゲームだと思います。さあ行きましょう、行くよ。さあ声がいいのな、行くよとかね。でクリスタルこれね、これです、この見えてるこれを集めていくっていう、そういうステージ、そういうステージというかそういうゲームね。はい、クリスタルをちゃんと取って、で今上の方に見えてる13対、まあ10対14とかそんな感じでチームのクリスタルの数見れるん で、ね、でこうやって360度飛び回ってアクロバティックなゲームになってます。自由自在も、うわーっても自由自在飛んでいきますから、すげえ爽快なんやな。さあ今9個、これで9個になります。でこれね、一回ガーディアンに預けた方がいいっす。まあちょっと行くわ、これもう行くわ、これ攻めます。はい、これね、自分やられちゃったらこのクリスタルなくなっちゃうんで、はい、こうやって自陣のねガーディアンに預けることができます。そしたら自分やられてもクリスタル減らへんから、まあ、ただこのガーディアン攻撃されちゃうとあのクリスタル放出されちゃうん で逆にこっちで相手のガーディアンを攻めればいいってわけで、敵倒してもいいし、相手のガーディアン倒してもいい、ガーディアンに攻撃しに行ってもいい。で追いかけてロックオンして、でスキルとか使ってきますから、これはい、スキルで相手をこうやって預けてる隙に、うわーなんか来た、ちょっとここ使います。はい、スペシャルスキル、今の可愛いでしょ。スペシャルスキルでちょっと回復したんですけど、ちょっとここね、さすがに敵が多すぎて、うん、敵が多すぎて、なんとかしようかなと思ってるんですけど、割と厳しい。よいしょ。ディスクスキル発動。ちょっとヒール、ヒール使うわ。オッケー。で、キッカースキル発動。よし、これ打ち勝てるぞ。HP の量的に勝てそう。ここちょっと追走するわ。あいつ落とせるぞ。確実に落として、あいつを。オッケー。で、さらに、この人、スキル発動。ディスクスキル。はい。相手キュアライトステージ回復やな。さあこれに対してどんどん攻撃していきましょう。あいつ8個持ってるから、うん、あの人倒せばでかい。こうやってこうやってもうくる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 回って、こうやって攻撃を一方的にするっていう。はい、でキッカースキル使います。何かわしたらと。はい、どんどん発動。1回使ったらね、これちょっと時間経つのでスキル使えなくなるんですけど、ね、どんどん俺はもう全開放していく、やられる前にやってしまうみたいな、そういう立ち回りできますんで。いやー、やれた、やれた。やられたら、確かに今、23対22。やばいやばい、これ大接戦。相手のガーディン攻撃しに行かなあかんのな、これ。時間がない。ちょっと相手のガーディンの方行くわ。ダッシュして。よいしょ。やべ。ちょっと、行き過ぎた。こっちこっちこっち。こっち。で、ガーディンにロックオン。そして、行きます。スキル発動、オッケーオッケー、これいったんじゃない。はい、オッケー。25対21、ギリギリね、勝ちました。そういうゲームになっております。いや、なかなか集中してて3分間一瞬っていうね、そういうゲームです。すごい、もう汗かけながらもう集中してやってますから。はい、キッカー選択画面に来ました。今使ったキッカーがね、ルリハというね、キッカーだったんですけども、これね、他にもキャラクターありまして、キッカーねたくさんいるんですけど、まあ今持ってんのがちょっとなんですけどね。共に行こう。はい、こんなんとか。事件、出動準備は整ってるわ。はい、新しい研究データが取れそうです。うん、いいね。ここ頑張るぞ。うん、これね、いいですよ、これ色もいいしな。うん、よっしゃ、ぶっ飛ばす。声もいいし、新しい研究データ、そう、服とか靴とかもね、なかなかおしゃれでしょこれ。はい、はい、こんな感じでね、ま、多彩のキャラいますから、多彩なキッカーを使ってゲームになっております。まあ、ちょっとね、次、うん、これ使ってみようか。うん、このキッカーでいきます。はい、ルールスクランブル、たくさんクリスタルを集めろ。さあキッカーを変えて、頑張るぞ、うん、頑張るぞっていうね、緑の服ってこれいいよな。おお、いいね、始まりにゃーということで、はい、よろしくお願いします。レッツゴー、かわいらしいよな。さあまずは
クリスタルを集めていく、そういう感じですね。こうやってね、ぐるぐる旋回とかもできるからね、こうやってひょいひょいひょいって、こうやって360度これね、振り向きくるんとかもあるからね、うん、なんかもう自由自在アクロバです。さあまずどうしようかな、どう、あ、10個持ってる人おんな、ちょ6個もして、10個持ってるやつはちょっと倒した方がいいな、容赦なくいくわ。あ、ちょっとこれあかん、遠方すぎた、遠方からスキルを発動しすぎた、もっと近距離でぶち当てにいかなあかんからね。はい、ここで使います。はい、このクリスタル預けてるこの隙にもうスキルで一気に解放して、さあ、うわっと、いい勝負じゃねえか、負けねえぜ、くらい、よっしゃよっしゃ、ただ結構きつい、あー、やられた、やられた。ガーディアンね、攻撃してくるんでなかなか難しいんですよね、ガーディアンは通常攻撃でやられていくと。さあ早く戻らなきゃ、 OK。 さあ今10対14か、まあ、俺の立ち回りとしてはね、あんまクリスタル集めるというよりかはもうダイレクトでもう相手のガーディアンを狙っていくっていう、相手の数を減らす担当みたいなとこあるからね。でここでガーディアンに対して、はい、キッカースキルから入って、でここでディスクスキル入っていくと、 OK。 でこのまま、おっと、じゃあここちょっとヒール使いましょうか。はい、ヒール使ったけどこれちょっと敵が多いな、敵が多すぎる、くらえ、うわあ、なかなか相手強いですねこれね、相手がちゃんと守りに来たガーディアンを、これは相手がね立ち回り上手いとなります。さあ足でまとえば嫌やな、確かに。さあ今18対25リードした、ナイス、いいね、まあ、クリスタルね集めて、まあ確かにその確実にガーディアンに預けに行くっていうのもいいねんけどな、まあまあ一回それでいきましょうか、ちょっとこの4つをガーディアンに届けるわ、で身軽になってから特攻入れる、そしたら多分ねいいと思うんで、お食べお食べということで食べてもらって、よし、でスキル溜まったな、スペシャルスキル溜まったんで、これちょっとぶっ放しに行きますわ、あのガーディアン付近で、ここでもうガーディアン付近に対してここで一気に発動、うわー、すげえすげえすげえ、すごい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 、うわー、ここスイング取れるのすごすぎんかった今、やばいな、熱すぎるよ、演出も熱いし、ちょっともう全開放いくわ、でここのスキル使うぞ、よし、ヒールもして OK、 十分やったでしょ、ここでお役ごめん、いやしかしもう大活躍、頼む、買ってくれ、あ、やばいやばい、相手の数が多い、ちょちょちょ、負ける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 、あー、誘拐された、え、嘘やろ、え、え、え、ちょちょちょ、なんでやねん、1差で敗れましたが、めちゃめちゃ面白かったです、はい、ありがとう、はい、選んでくれてありがとう、はい、選んでくれてありがとうということでね、もう一度ルリハを使ってやっていきたいと思います。まあ、このキャラで俺一番やり込んでるから、このキャラが一番得意、まあ、皆さんそれぞれね自分の得意キャラとか出てくると思うんでね、うん、どれが得意かやってみてください。ルールスクランブル、たくさんクリスタルを集めろ、さあやっていきますか、ウォーミングアップはバッチリだ、ウォーミングアップはバッチリだ、いいね、始めようぜ、すぐに終わらせてやる、お、あえてコスチューム変わってんな、うん、コスチュームね、なんか違うのもありますからね、いくよ、スタート、さあクリスタル集めていきましょう、なかなかね相手強そうなコスチュームやったんで負けてらんねえなと思います。リードした、なるほど、まあそれ序盤やからな、ありがとう、うん、これ結構6個とか結構数取れてるから、もういきなりこれガーディアン預けに行こうかな、うん、結構数取ってるからまずはチームに貢献ってこと感じで、イメージとしては OK で、この10個を提出、無理はしないよ、無理はしない、うん、今味方1人やられてるからちょっとやばいけどね、結構そのあれやねんな、1人に対して2人来たりしたら結構厳しいからね、さあこれちょっと追いかけます、でスキル使っていきましょう、ディスクスキルで、これはもうスキルなしでいけるね、相手の HP が弱ってるんで、逃がさない、逃がさないぜ、はい、ちょっとこれもガーディアン狙っちゃうか、ガーディアン狙っちゃおう、このままよいしょ、いってー、ヒール使いましょう、いや、キュアライトステージで、はい、これがかわいすぎる、うん、これがかわいすぎる、スペシャルスキルが、ちょっとちょっとちょっと逃げろ逃げろ、ちょっとごめんなさい、倒れない、倒れないんだから、うん、倒れませんよ、一回逃げるわ、
はい、アクロバ。うわぇ、アクロバやけどなんか追いかけてきてんな。ならば迎え撃たせてもらうぜ。うん、そっちがその気ならこっちも真っ向勝負で勝負だ。終わりだ。食らいやがれ、ドーン。さあどうよ。いや、あれ弱ってるから落とせるぞ。倒した？オッケー、素晴らしいな。うん、俺の立ち回りちょっとうまいな。おそらくなかなか刺さってると思います。やべ、なんか追ってる人いんな。ちょっと集めてるけど、ちょっと映画にしや。うん、そっちがその気ならこっちはもう真っ向勝負、カウンター戦う姿勢を見せていくぜ。いきます、いけ、よし、オッケー、はい、強い、いいね。はい、また敵発見しました。うわ、やべ、これちょっと2人おるから逃げた方がいいな。人数見て、うわー、ちょっとごめんなさい。行きましょう。これちょっと生き残るために使ってしまったけど、うん、使っ、まあ、味方全員回復できるんで、あれで。なんかめっちゃ上がってくんな。じゃあもうこっちもその、こっちがその気ならほんまやっちゃうよ。うわ、やべ、大ダメージ入ったな。く、くらえ、いくぜ、さらにスキルが解放。よし、なんとか倒したけど HP がない。逃げ回ろう、逃げろ逃げろ逃げろ、おらー、逃げろ逃げろ逃げろ、あー無理か。いやー、麻痺した麻痺した麻痺した、ここまでかよ。おら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 、オッケー、逃げ切った。いやー、ちょっと必死にね戦わせていただきました。いや、すげえ面白かった。いやー、面白いな、やっぱり熱すぎるバトルが。はい、ということでね、キックフライトをやらせていただきましたが、なかなか熱いバトルで面白かったでしょう。ということでね、皆さんもぜひやってみてください。これね、なかなか熱いんでね、すごいアクロバやし、アクロバティックなんで。そしてですね、今リリースキャンペーンというのをやってまして、まだこのゲームね、リリースされたばっかりなんで、今ね、初めてスタートダッシュ決めようということで、今リリースキャンペーンやってまして、豪華アイテムね、豪華報酬もらえたりしますんで、皆さんぜひね、やってみてください。それではね、面白かったですね。ご視聴、ありがとうございました。